さあ、アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日はアーティストライブトークの第4弾を配信したいと思います。はい、ということで始まりました。番組が推したい旬なアーティストを紹介する新企画アーティストライブトークの第4回目です。今は2023年8月29日午後18時31分ですかね。東京六本木にあるクリアギャラリーから番組の公式 X、ツイッターじゃないんですね、 X で生配信中です。ということですので途中機材や回線トラブルがあった場合はどうぞご容赦ください。ポッドキャストでお聞きのリスナーさん、これは生配信のアーカイブとしてお聞きください。後日な、配信されるということですね。はい、ということでではでは時間も限られてますので早速ゲストを紹介したいと思います。本日は8月25日から9月9日までクリアギャラリーで二人展モノフォニー、ポリフォニーを開催中の池田俊彦さん、木谷義明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい拍手がライブ感、今日観覧者もいらっしゃるということで笑ったりしていただいても結構ですよということでございます。よろしくお願いしますが、まずはじゃあお二人自己紹介をそれぞれお願いいたします。同伴画家の池田俊彦と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方、版画家の木谷義明と申します。はい、よろしくお願いします。今ちょうど展覧会が開催中ということで、はい、8月25日から始まったばかりの展覧会のその会場から今お届けしている状態です、うんうん、ということで、はい、どうですか、始まってもう数日経ちましたけど、うん、一応開館しているのは3日目なんですけどね、はい、うん、なんか結構いろんな方にお越しいただいて、はい、うんうん、まだ3日目なんですけど、1週間ぐらい開いてるような気分でいるんですけども。そのお忙しい中、残っていただいて。いや、非常にいい手応えを感じて、ここまで来れてるのかなと思っています。初めて聞かれる方ももちろんいると思うので、お二人はコンビなのかと思っている方もいると思うんですけど、どういう関係性ですか、お二人は。そうですね。今回は二人展という形で二人でやってるんですけども、うん、決してユニットとかコンビとかではないんですね。初の二人展ってことですね。この二人。そうですね。初ですね。で、お互いに、まあ、一応、同伴画家、はい。木谷さんの方は版画家って名乗ってるのかな。うん、そう、特にこだわりはないんですけど、はいはい、広く版画家って、うん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 。で、まあ、普段は、コンビではないので、はい、それぞれに、うん、版画を作って、うん、まあ、作家活動を行ってる二人という形になりますね。でも、お互い面識はもちろんあって、あります。うん、もう5、6年になるんですか、うん、ちょっとになる6年ぐらい、うん、そうですね。学生時代に知っていたとかでもないですし、作家になってから、もちろん作品は知ってたんですけど、個人的にそうです。はい、知る機会はなかったので、うんうん、あったのは5、6年前。年齢はどうだか、ね、年齢はですね、正確に言うと学年的には僕が一つ上になるんですけど、僕自身が早生まれで、はい、まあ、結構こだわりがあって、80年代生まれ、1980年なので、で、同い年かなっていう。あ、僕も早生まれ、3月生まれなので。そうですよね。はいはい、そこら辺、早生まれの人って、そうそうそう、言いたがりますよね。どっちにも行けますからね。そうなんですよね。あ、でもそういうか、しかもまあ、お二人拠点も全然違いますもんね。そう。生活というか、活動の。ええ、池田さんはもうだって。うん。今、僕の方は、うん、長崎県の南島原市っていうね、はい、まあ、後々この話も出るのかもしれないんですけど、はいはい、まあ、東京から遠く離れたところで、うん、版画の制作、創作活動を行ってるんですが、うん、奥谷さんは、所沢市、埼玉県所沢市に自分のアトリエがあって、うんうんうん、でそこで制作をしています。ですから、今回の二人展で、実は二人の共作もあるじゃないですか。同じ版にして。うん、後ほどまた聞きたいなと思いますが、どうやって刷ったのかなとか、どうやって作ったのかなとかも気になるところなんで、またそんな話もできたらと思うんですけれども、さあ、まずはですね、実はこの番組も3年続いてるんですけれども、同伴画家とか、まあ、版画家がそもそもお客さんとして初めてなので、プロデューサーからこれぜひ聞いてくれって言われたんですけど、なんで画家じゃなくて
絵を描かずに版画をやったのかはぜひ聞いてほしいということで。なるほど、はい。どうしてこの道に行ったのか、それぞれ。意外とだから僕たちからすると、はい、なんで画家になったんですかって聞きたいところ。逆に画家の皆さんにあるんですが、はいはい、まあ多分、美術と出会う、まあ、美術に住もうって大体、まあ個人差はあると思うんですけど、僕なんかは中学生ぐらいの時に、それを考えるようになったんですけども、はい江戸川乱歩っていう小説家いますよね。でその人の、文庫本の表紙が、ものすごく黒が綺麗で、線が綺麗な絵だったんですよ。ですごく怪しい雰囲気を漂わしてて、それまで全く見たことのないような世界観で、で漫画ってあるじゃない、漫画、普通のコミックですね。漫画ってこう線描で描かれて、てるのが基本ですよね。漫画のペンを使ってとかですね。でもああいう線とは全く違った、その線の、まあ今大人になってるからいろいろ言葉で装飾できるんですけど、ボリューム感であるとか、美しい流れっていうのがあって、それが、まあ、後々知ったところでは銅版画だったっていうのがあって、だから割と、油絵をやりたいとか、デザインをやりたいとか、そういうことは、まあ、ちょこっと、心が浮気した時もあったんですけども、ほとんどなくて、ずっとこう、美術をやるんであれば、銅版画をやりたいと思って、こう、来てました、ね。だから大体この画家のゲストの皆さん、子供の時から絵を描いてて、その流れで、みたいな感じですけど、じゃあ、子供の時あんまり絵は描いてなかったんですか？あ、いやいや、描いてはいたけど。絵は描いてました。ただ、今思えば、例えば、ニジマスの鱗を一個一個描くとか、まあ、鎧のひだを。小学生とかでですか？そうなんです。なんか、それが、まあ、今思えばなんですけども、まあ、そういう性質は、もう特性は持ってたのかもしれない、ね。いや、鱗描くのもすごいですけど、もとも、そもそもニジマス描くのがすごいですよ。なかなか小学生の画題でニジマスはない。僕は、ボーイスカウトやってたので、釣り堀とか行くでしょ。やってた。意外な共通点がここにあった。カブスカウトまでだけど。ここから僕はボーイスカウトまで。今度僕ビーバースカウトから僕。そうですね、今日ボーイスカウトの方じゃないんで。すいません。そこは広げなくて大丈夫ですか。そうなんです。ボーイスカウトやってると釣りとかするんですよ。なるほど、なるほど。で、ニジマスとかが取れてきて、描くとかそういうのもやってたんですね。そうか、そう。木谷さんどうですか、版画家の道は。版画家の道って、僕はそれこそ小さい頃から、絵を描くときに行っていて、で、しばらくやって、で、まあ、高校生になると、こう、大学受験の時に予備校に行き出して、で、その時にデッサンとかしたりして、で、今は全くやらないんですけど、その時に点描をね、本当にやってて、はいはいはい。で、それがきっかけで、その、当時の先生から、銅版画が合ってるんじゃない、版画が向いてるんじゃないっていうふうに言われて、そこから興味を持ち出して、こと調べて、できる大学に行ったっていう、そういう感じなんですよ。ただ、一度も点描で、池田さんみたいに点描してないです。きっかけが。きっかけはそれだったけど。きっかけがでも、点描かな、ね。これだから、まあ、知らない人もいると思いますけど、だから、あれですよね、美大に入って、絵画家と版画家も別ってことですもんね、そもそも。絵画はもう絵画専門だし、版画は版画専門。そういうところもあるけど。僕たちの時代は、版画専門の大学っていうのは1校ぐらいしかなかったんですよ。そんなに少なかった。あ、そうなの？ 20 年前は、油絵から入って、だいたい大学の3年から大学院にかけて、版画を選ぶっていうのが普通だったんですね。版画家専攻じゃないですね。湯河で入って、版画コース。東京の美大の中でも一つだけ、その版画専攻っていうのを開いてる。でそこに行かれたってことですか、もう僕は、また別で、もともと美大ではなくて、総合大学のところに行って、で、そこから版画を選んでやるっていう、ね。そうか、そう。僕は、そこの大学の版画家に行きたかったんですけど、油絵家に行ったんですね。あ、そうなんですね。合格しなかったので。まあ、そういうことで、版画をやる機会っていうのは、大体、その、大学院まで、版画はやれなかった。へぇー。流れが。
まあ、版画もでも一口に言ってもいろいろとあるわけじゃないですか。うん、もう銅版画、池田さんはもう銅版画一筋。そうですね、うん、もう銅版画以外の版画っていうのは、うん、まともに作品を作ったことはないですね。うんうんうん、はい。もう小谷さんはオールラウンダー。一応、大体、うん、学校もそうだと思うんですけど、うんうん、4つ版種があって、はい、でそれぞれこう授業を受けていって、うん、でしばらくすると、選択して、その版種を選ぶっていう形、うん、その具体的に4つをちょっと教えてもらってもいいですか。木版画、銅版画、リトグラフ、うん、スクリーンプリント、まあ、シルクスクリーン、はい、これはじゃあ一応全部マスターはするの。マスターまでないけど、ね、やり方は学んでみたいな、そう、最低限の工程をやっていくっていう形で、うんうんうん、まあ一応そこで4つ学んだ上で一番肌に合ったところに進むっていう感じが基本であるんですけど、僕の場合は大学院から版画に行ってしまったので、うんはい、もうその過程がなかったので、うんまあ、銅版画だけやって、はい、あの他はちょっとわからないっていう、うん。でも銅版画、じゃあまずそれぞれ行きたいです。まずその池田さんの銅版画の魅力というか。銅版画の魅力は先ほども言ったように、うん、まずその線っていうものが、うんうん、あの金属に、金属で、うんうんまあ銅版っていうのは金属のプレートですよね、うんうんうん、そこにニードルって呼ばれる鉄の針で描いていくので、はい、今日お持ちいただいて実際に銅版も、うんうん、そうですね、そうすると、はい、例えば紙に筆で描くとか、はい、紙にペンで描くよりもものすごくシャープな線が引けていくんですね。あともう一つ銅版画の魅力としては、はい、まあ黒っていうものがとっても深い技術で、うんうんうん、まずインク、銅版画のインクっていうものが、例えば、まあ、ちょっと専門的な話をすると、全然でしょ、うん、油絵の具に、油絵の具っていうものも油に顔料って言われる色の粉が、まあ、庭の粉とかが溶かされてるものなんですけど、その顔料の量が半端なく多いんです。油絵の具よりも版画の方が、銅版画の方が、うんうん、そうすると刷られた黒がですね、うん、ものすごく深くなる、うんうん、あともう一つ特性として銅版画っていうのは、うん、金属黄斑っていう呼び方があるんですけど、黄斑、うん、っていうのは凸凹のボコ、要するに凸版の逆ってことで、そういうことですね、へこみ斑って言えばいいのかな、うんうん、へこみの中にインクを詰めて、うん、で大体350キロから400キロぐらいの圧力をブッとかけて、プレス機でかけて、そうですね、うん、プレス機で、それで紙に密着させますので、うん、紙の表面にさっき言った顔料が立ち上がってくるんですね。盛り上がるって、盛り上がる、まあ、見た目平面に見えてるけど、そうです、理屈上かまぼこ型だか分かんないけども、そうです、ボコとなってる、まあ、バケツをひっくり返したものがミクロ単位になってると思っていただくと、砂場でバケツひっくり返すと山できますよね、うん、それがすごい細かい単位で紙の表層に立ってるわけですね。じゃあ、まあ、まあ美術館でやったことないし触っちゃいけないと思ってますけど、うん、もし仮に触ったらちょっとザラザラというかボコボコはしてるってことです。してますね。ってことなんですね。そういうことですね。うんうんうん、なのでその物質感を伴った美しい線、うんうんうん、あるいは点が引けるっていうことが僕にとっての銅版画の一番の魅力になってますね。まあいろいろとエッチングだとかいろんな銅版画でも種類があるじゃないですか。うん、池田さんが選択してるのは何になるか。僕が行ってるのはエッチングって言ってですね、うんうんうん、まあ、銅版画も大きく分けると2つの流れに分かれるんですよ。直接技法っていうのと間接技法、うん、この直接と間接っていうのは直接銅の板に触れるか、あるいは銅の板に触れずに描くか。で、銅版画の描くっていう言葉は版の上に傷をつける、溝を作るという意味なんですね。こっちが直接技法。そうですね。直接さは、そうです、うん。直接技法と呼ばれるものは、うん、版の上に、うん、針などで直接銅の板を触って引っかいていく。はあ、はあ、うん、うん。例えば、まあ、ドライポイントって呼ばれるのは、そこの尖ったニードルで版の上を引っかいていくんですが、うんうん、僕がやってる間接技法っていうのは、うんうん、版に直接手を触れないんです。え、じゃあ、今、ニードルで開けたみたく聞いたけど、じゃないってことですね。そうなんです。うん、で、それはどのように溝を作るかっていうことになりますよね。はい、なりますよね。急に不思議になってきました。そうだね、うん。ここまでもう話しちゃって良いですよね。いい、全然。銅の、
表面に穴を開けるのは人間の手ではなくて酸で行うんです。ほうほう。塩酸とか硫酸とかの酸。これですね。うん。まさに。これがエチングで、この数字は時間なんです。酸の中につけてる時間を長くすればするほど、線が太くなって深くなって。そう。でも、どうやって酸をつけていくかということですよね。そうですね。まずは。まあ、エッチングって言葉自体が腐食をするっていう意味があってですね。まず、裸の銅の板を用意します。はい。で、皆さんも思い浮かべてください。絵がないですから、この絵がないですからね。後ほど写真はね、そう。もしかしたらホームページに出るかもしれない。今日は皆さんないので頑張ってください。で、裸の銅の板。はい。これを、そうですね。これを酸につけると、全体が腐食されて、だんだんと量が減っていくわけですよね。ああ、そうか。最終的には溶けてなくなっちゃう。溶けてなくなるわけですよね。で、この表面に、我々はグランドって呼んでるんですけども、アスファルトとか、松ヤニとか、まあ蜜蝋とか、いろんなものを混ぜたものをぐつぐつと煮込んだ黒い液体が存在するんです。で、この黒い液体を、その銅の、裸の銅の上に薄く塗ってあげるんですね。まずはですね。はいはい。で、これが乾くとですね、銅の表面全体が黒い液体でコーティングされます。今ここに真っ黒い銅板もあります。はい。で、こいつを酸につけても何も起こらないわけですね。ガードしてくれてるわけですね。そうです。全ての酸を弾いてしまう。はいはいはい。で、その黒い膜を今度、さっき僕が持って、僕が持っている、持ってないのね。これ見えてないんですね。鉄の針、ニードルって呼ばれる鉄の針で、てん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 って剥がしていったりとか、線を描いたりすると、その膜は容易に剥がれるんですね。でも、銅板には触れてないわけですね。そうです。その膜だけを今削ってる状態。そうなんです。はいはいはい。で、その部分だけ銅が露出されるんです。で、それを酸のプールにドボーンとつけてあげると、剥がれた部分だけ腐食されて、銅に穴が開いていくんですね。あーはーはー。まあ穴だったり線だったりとですね。そうですね。そうなんです。で、それを、例えば、一時間つけると一時間腐食されるので、一時間分の穴が開くわけです。はい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 。そうするとそこには一時間分のインクが集まるわけですよね。それを5分だけつけてあげると、浅い5分分の穴だけが開くと。実際その浅ければ浅いほど薄くなると、単純に考えたら色が。そこに入るインクの量が少なくなりますので、そこは薄くなるんです。なるほどなるほど。その時間差を作ってあげて、色の濃淡を作って、絵を描いていくのが僕のやっているエッチングという。その直接針だけやるのが何になるんですか？ドライポイントとか、エングレービングとか、直接技法の中にもさらに、あるけど、そう、あるんですけど。まあ、じゃあ、そこは、まあ、そうですね。でも、それはなんかすごく素人質問になっちゃうんですけど、でもニードルで開けた時に、ニードルを2、3回同じに引っ掛けば深くなりそうな気がするというか、ニードルじゃできないですか、そのグラデーションの作り方っていう。それはですね、できるんですけれども、線の強固さが違ってくるんですね。で、その出来上がってく線の質が違うっていうのは、それぞれのアーティストの作品の求めてる線であればどちらでもいいんですけども、でもエッチングは銅の表面を化学反応で溶かす。まあ、厳密に言うとイオン交換らしいんですけど、僕その辺ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、そこに穴がスマートに開きますので、しっかりとインクが詰まる。ただ、先ほど言った。針でやっていくとちょっと。そうですね。綺麗に開かないんだ。どちらかっていうと、穴を開けてるというよりは、引っ掛け傷をつけてる状態なので、例えば先ほども言ったように、プレス機っていうもので、350キロ、400キロの圧力をかける。というのは、やっぱり、銅の板にも非常に負荷がかかりますから、ただ引っ掛いただけの線とかっていうのは、変化していってしまう。なるほど、なるほど、なるほど。銅版画っていうのは何枚も同じものが擦れなければいけないっていうのもあるので、エッチングはその点非常に強固であるということが言える。
ですね。でもだからもし万が一こう3につけている時に他のことやっちゃって忘れてたら気づいたらもう線どん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 いっちゃうみたいなのもあるいっちゃいますね。僕もカルチャーセンターで教えてる時に生徒さんの班をつけてることを忘れてですね。どうなるんですか。3時間ぐらいつけた時には非常に強い作品になってですね。めっちゃ惚れられてる。生徒さんは非常に優しい方だったので、言葉聞いたけど。綺麗ですねって言ってくださったので、まあすごくそういう経験もありますし、まあでもこれアートなので、我々がやってるのは、どこかでこう揺らぎっていうものが入ってくるのは当然のことで、だからその、綺麗ですねっていうその生徒さんの感覚っていうのも我々は大事にしなきゃいけないですね。でも、一概には言えないと思うんですけど、今、作品が飾ってあるじゃないですか。これは何段階ぐらいあると考えたらいいですか、その線のグラデーションは。大体僕は毎回、20回ぐらいを、腐食を繰り返します。めんどくさとか言っちゃいけないけど、掘るだけでもすごい細かくてめんどくさい作業だのはわかるじゃないですか。細かい作業だから。その腐食の20工程やってるってことですか。そういうことになりますね。やった上でさらにこの後またする作業が待ってる。そうですね。いや、マジで、本当気を悪くしたら申し訳ないんですけど、変えた方が早くないですかってなんない。これはやっぱ版画ならではな。そうですね。今展覧会場に、今回の僕は展覧会では、銅版画の横に下書きを置いてるんですが、実際ありますね。はい。下書きの方は実はペンで書いてるんですね。で、ペンで書いてるときには、大体、ペンの下書きは、今回展示してる作品の最新の作品なんかは、下書きに2、3日かかって、銅版画に移ってからは、大体6ヶ月ぐらい。笑っちゃいけないけど、すっごい作業ですね。で、今回展示してる最大のものの方は、ペンの方に2、3ヶ月かかって、で、銅版画の方には3年かかってるんですけども。信じる。コロナも落ち着きましたもんね。3年も経っちゃったら。やってる最中に。そうなんですよ。すごい。そういう感じで、腐食の時間っていうのもそうなんですけども、銅版画っていうのは僕の行為が、時間の層として蓄積されてるような意識があるので、3年の間にコロナも落ち着きましたっていうのはその通りで、なんかやっぱり自分、ライフワークっていう言葉がぴったりなのかもしれないですね。そう聞いてみるとまた見方が変わると思うので、ちょっと皆さんぜひ見てほしいというか思うんですけど、木谷さんの今度技法、ちょっとぜひ。僕は、先ほど言った直接法で酸を使わない技法を使っていて、ドライポイントっていう技法です。はい、で、それは、右側の、僕の作品ペアになってるんですけど、今回展覧会の会場には全てペアで展示されております。で、右側の太い線っていうのが、ドライポイントっていうものになります。で、これはニートルテって聞いてたのなんか細い線の印象があるんですが、ドライポイントはどうやって分けてるんですか。太いニードルがあって、それをこっちからいっぱい線を引く。ほう、ニードルも別に細いだけじゃないんですね。す、太いニードルもある。はい、持ってきたんですけど、大丈夫です忘れてる、ごめんなさい、まさか振られるとは思わない。うん、そうか、じゃあ太い線ニードルで開けていく。やっぱニードルはニードルなんですね。そうですね。同じニードルですね。で、それで何が起きるかって、直接引くので、先ほど言ったエッチングは、酸の時間を変えて、コントロールすることで線の強弱を作っていくんですけど、ドライポイントの場合はもっと単純です。いかに力をやって、いかに力を抜くか。なるほど、なるほど。で、自分でコントロール、強弱をつけていくってことです。なので、ドライポイントだと、例えば1本の線で力を最初いっぱい入れて、あとは抜くっていう、1本の線の中で抑揚ができるんですけど、エッチングだとそれができないっていうのがあって。段階にしかならないから、こう、なだらかなグラデーションにならない。そう、階段状に、だからさっき20って言ったけど、20の階段ができてる状態だけど、ドライポイントだったら、スーッともう1本の中。そう、だから1つの線って、皆さん考えると、線にもいろんな種類があって、入りと抜きみたいな、グッと入って、スッと抜くみたいな、書道とか、筆みたいな感じですね、今聞いてる。近いのかな。そういうことがドライポイントはできる。なるほど、なるほど。なので、すごくわかりやすいんですよ。
でもそれこそじゃあ筆でいいじゃんってなりそうなもんですけど、そこは版画にこだわる量なんだ。一応僕も書道をやってたんで。じゃあ書でいいじゃんってならないんですかっていう。またならないんですよ。ならないですよ。なるって言われちゃったら話もしまっちゃうので、ぜひならないことを教えてください。なんですかね、その絵を描くっていうことももちろん絵は作ってるんですけど、まあ版の素材自体を加工して、それでプリントしていくっていう工程が入るので、またちょっとその紙に垂らして描くっていうのとはまた違いますし、先ほど言ったようにプレスして、すごい圧力かけて押し出すので、線の強さが違ったりとかもすると思うんですね。やっぱりドライポイントでも、やっぱり当然さっきのお話と同じように、やっぱりポクッと浮かび上がるっていうことではあるってことですね。書だとやっぱりこうどうしても染み込んじゃうけれども。そうですね。やっぱりその墨汁が紙に染み込むっていうのは本当に定着するっていうか。ドライポイントの一番その今木谷さんがおっしゃってる特性がものすごくこうフィジカルで身体性があるっていうのはこうグイッとあのニードルを刃に食い込ませた時に両側に銅のバリできるそうかそうかめくれができるんですね。でその部分にインクって引っかかるんですよ。ってことはちょっと滲みみたいな線のサイドがあって思うんですか。滲んだように見える線が。だからその部分が非常にこう、木谷さんの力が入ってるとか、抜いているっていうことがもう、こっちを見てる側にも伝わってくるというか。よくまあ僕も美術館で仕事からいっぱい行って、エングレービングとかドライポイントでまくれとかって文字見るんですけど、その時に個人的に疑問に思ったんですけど、まくれはこう、やすって なしにしようとはならないですか。することもできますけど。やる人はいない。やっぱそのまくれがポイントになるんですか。僕はやすってます、うん。あ、やっぱそういう人もいるんですか。そうですね。だからやっぱりこう、取捨選択なんですね、すべて。だから僕の作品にはまくれはいらないので削る。そう、だからまくれができて300機のプラスだったら紙が破れちゃうんじゃないかなとか思って、そんこまではならない。銅はやっぱり柔らかいので、なるほど。銅をプレスされて、その、パンの摩耗が早いです。エッジに比べると。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。じゃあ、よくなんかこうエディションとか言って、1個につき、まあ、10部作るとか2部とかあるじゃないですか。エッジはそんなた、ドライポイントはそんな作れない。そんな作れないって言われてます。ちなみに何部で作る？今回は1分の1なんで、関係ない。毎回1分の1ってことない？毎回ではないんですけど、僕の場合はそんなにたくさんエッジも作っていなくて、今回は1分の1がほとんどなんですけど、はあ、まあ、多くて10か。へぇ少なくて5とか3とかっていう形で作ってます。池田さんはさすがに3年かけたやつ1分の1ってわけにはいかない。いかないんですけど、僕も10ぐらいまでしかすらないですね。ただ、僕の班に関して言えば、物理的に、機能としては、多分、100とか。作れ多分持つと思いますね。そういう、ドライポイントみたいな、直接技法をほとんど入れてないので、すべての調子、出てきてるノイズであるとかが、もう酸によって加工されてるので。ほぼ同じにできる。そうですね。ものができるって考えてない。ある程度の、こう、再現性っていうのが、保されてると思います。はい。ちなみに、でも、木谷さんの作品が、ペアだということだったんですけど、この片っぽのさ、ドライポイントのモノクロな世界は分かったんですけど、もう片っぽがカラフルな版画で。一応、関節法になって、はい、まあ、アクアチント、詳しく言うと、スピットバイトっていう技法。新しい単語がいっぱい出てきた。どうしよう、どうしよう。どれ覚えたらいいですか。まあ僕はよくアクアチントって言っちゃってます。はい、じゃあ、アクアチントということで。一番ポピュラーだと思うので、うん。これはどういう技法になるんでしょうか。これは、酸を実際に使って、はい、銅を溶かしながら描いていくっていう技法なんですけど。まず、っていうとさっきの関節技法。あ、エッチング。エッチングに近いような気がするけど。エッチングという言葉がまず、腐食をするという意味なので、アクアチントもそこに含まれてくるんですが、アクアチントっていうのは、アクアっていうのは水。で、チントが調子なので、水彩画のような調子を作る技術という。もう見た目は本当水彩画のようにしか見えないです。そうですね。で、先ほど僕が言ってたエッチングっていうのは、主に点と線で描く技術になってきます。で、ただ点と線で描いていくと、面が表現できない
ということで、うん、確かに確かに新たに面を表現する技術として生まれたのがガチンドになるわけですね。どうやって面を作れるんですか、うん、これで。じゃあですね、先ほど母色膜って言ってグラフドっていうのを、はい、そこまで一緒なんですね、うん、まずガードをつける、はい、あ、これの代わりに使うものがあるんですよ、うん、この母色膜っていう、うん、先ほど言ったグラフドっていうのは、うん、銅の板全体をコーティングしてしまうので、うんうんうん、そのまま酸につけても、うん、腐食されないんですね、うんうん、でその代わりに、はい、松ヤニの粉、よく野球の選手とかが手につける、ロジンバッグみたいな、はい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 、あの粉をですね、銅の板全体に撒いてあげるんですね。粉を撒く、はあはあはあ、で、その粉を銅の板の下から火で炙ってあげると、その粉が溶けますね。ほうほうほう。で、溶けたものが、熱が伝導して溶けて、うん、で、銅の板に定着します。ほうほう。そうすると、粉と粉の間には隙間が空くんですね。ああ、液体じゃない分、粉だから、ちょっと。そうですね。ムラができるってことですか、うん、ムラができますね。ほうほうほう。それを酸につけると、粉と粉の隙間が、腐食をされてですね。溝ができて、ザラザラした面の表現が作れるわけです。白くドットで抜かれてるところがもともと松ヤニがついていたところで、なるほど。これもやっぱり同じように時間によってトーンの幅が広がっていく。はぁ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 。言わんとすることは分かってきます。で、これをだから、まあ、色のインクにすれば、当然そのカラーの面ができるっていうことなんですか。うんうんうん、そうですね。はぁ。で、僕はこの技法、まあ、ほぼ同じような技法を使って、はい、で、カラーインクで印刷してるっていう形ですね。うん、エッチングもカラーインクになるので、それをついて印刷して。ただ、なんか、技法はなんとなくイメージするんですけど、版、うん、がどんな姿をしてるのかが全く思い浮かばない。版はどういう状態になって版は凹んでる状態ですよね。インクがたくさんついてるところが、へこんでいて、そこに溝が詰まっていて。その、色が一色じゃないのもある。緑。はいはいはい、例えば、今僕が見てるやつ、わってことで、ちょっと皆さんにうまく伝えられなかったけど、緑の面と青い面と茶色い面があるじゃないですか。それはそれぞれ、へこんでる。あ、そうです、うん。で、この色を分けしてるのは、例えばこれを一色、黒で吸った場合に、全面黒になるんですけど、わざわざ色を詰め替えるってことです。その版の上に一色でやらない、はいはい、別の色を置いてってやるってことですか、うん、一版多色で。はぁ、はぁ。木谷さんの場合は、僕の場合は先ほど言ったように、酸のプールの中に版の方をつけてるんですよ。それで時間差を作って、グラデーションを作っていったんですけど、木谷さんの場合は、その松ヤニが巻かれた版、今松ヤニで防色されてますよね、表面。そこに、筆につけた酸を乗せていくんです。うん、あ、さらに、そう、絵描いてるような感じがあるんですか。全部直接的な。そうすると、筆に、最初に筆で酸を乗せたところが、一番穴が深くなるわけですよね。ああ、まあまあそうか、時間差でができるから。で、次に乗せたところは浅くなってっていうことをやっていくと、例えば書道でボンと筆を乗せて、ギュッと引くと、一番最初にボンと乗せたところが一番最初に酸が乗るわけで。はい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 。そこが一番濃くなるから、筆のそのストロークっていうのが、版の上で腐食液によって再現できる。これが先ほどからちょっと木谷さんが口走っているスピットバイトっていうアクアチートの中でもスピットバイト。そして毎回同じこと聞かれますけど、これこそいよいよ絵で良くないですか。これは版画である理屈はどこに、もういよいよ筆使い始めて描き始めたから、なぜこれを筆じゃダメなんですか。元々は、まあ、例えば、一般一色とか、一般何色でやってたんですけど、そうではなくて、パンをこう、レイヤーで重ねていったんですよ。はあはあはあ、いろんな色を重ねて作っていたんで、なんで、重ねてできた色を再現して作っていったんですね。わかるよ。それはやっぱり、でも、それはやっぱ版画じゃないとできない。できないことってことです。例えば、僕が代弁してるから油絵の具でキャンバスの上で同じことを、例えば赤をやった後に乾く前に青をやると、
キャンバスの上で色が混ざりますよね。そうですね。はいはい、混ざります。ぐにゅぐにゅしてっちゃいますよね。なるほど、なるほど。まあ、油絵の人は上手ければそれができるんでしょうけど。一般的にはそうなります。うんうん、でも版画の場合は、これ一色、一つの版に青を乗せたりすれば、混ざらないんですよ。すごくピュアな顔料の青が、しかもそれが紙の上に、先ほども言ったようにバケツをひっくり返したような状態でインクが盛り上がりますから、そこには断面図にすると細かいギザギザの山脈のようなインクの盛り上がりが発生してるわけですね。そうするとどこから光が当たってもその色の顔料の色を反射してくれるってことは、ものすごい鮮やかな色が拾われてくる。例えばですね、グリーンを作るためにグリーンを作るわけじゃなくて、イエローとブルーを重ねるんです。そうすることでグリーンを使わずに、そっかそっか。まあでも本当印刷技術だからってことなんだ。そうですね。だからまあ、木谷さんの作品を、このクリアギャラリーの会場で生でご覧いただくと、多分表面につぶつぶしたインクの立ち上がりが発生していて、ちょっとね、ベルベットのような表層を呈していて、ちょっと絵の具ではできない表情になってるんですね。こう聞くと分かりますね。だからやっぱりここの持ってくると面白いってことですね。だからこの基礎情報というか、そうですね、うん、そして基礎情報やりすぎたせいでまだ全然告知ができない。最後ちょっとぜひ告知を。そうですね。まあ皆さんなんとなくこう見方は分かったというか、技法はなんとなく頭に入ったと思うんで、さあ今展覧会どんな展覧会なのかをちょっと改めてお二人にご紹介していただきたいと思います。はい、今展覧会ですけども、モノフォニーとポリフォニーというタイトルがついてる展覧会ですね。で、今回このクリアギャラリー東京っていうこのギャラリーでやるのは僕たちとして初めてで、まあ二人展そのものが初めてで、で、ただ二人の展覧会をやって作品を並べるだけの展覧会にはしたくないと。で、このクリアギャラリーって空間そのものを、まあ、ある種僕たちの2人の作品が共振して一つの作品に見えるような空間にしたい。まあインスタレーションとは言わない、まあ、版画家の誇りがあるのでその辺はあんまり言いづらいんですけども、なんかこのクリアギャラリー東京自体が響き合う空間にしたい。で、モノフォニーとポリフォニーっていうのは、モノフォニーっていうのが単音旋律、音楽用語なんですけども、一つの音で音楽を奏でるっていうのはモノフォニーで、ポリフォニーっていうのが複数の音がこう共振して音楽を奏でるっていう意味で、まあいろんな意味で、まあ僕の作品のモノクロームの世界と、木谷先生の、木谷さんの、先生、すごい。木谷さんの、こう、カラフルな世界とか、あと、木谷さんが最初から二つの作品を並べて、二つのイメージを並べて、一つの作品を作っていくっていう、そういう共鳴のイメージだったりとか、そういうもので、だから、二人の同伴画家が対立しない空間、共振して、別のシンフォニーを作っていくような空間を作ろうっていうことで、このタイトルにしていってます。だからそれぞれの作品もありますけれども、最初に僕ちらっと言った二人の共作も今回あるということで。そうですね。長く説明してください。そうですね。まあ、今回の、展覧会に来ていただいたら、まずこれをご覧いただきたいんですけども、二人の作品が一枚の紙にすられてる作品が、何バージョンか展示されてます。これは、まあ先ほど最初の方に言った僕が長崎で作っている工房に木谷さんが遊びに来て。あ、長崎まで行かれたんですか、この人。そうなんです。この展覧会のためにわざわざいらしてもらって。で、僕の過去の作品の版を机の上にバーッと並べて木谷さんを迎えて、で、どの作品が、好きで持って帰りたいか。まあ、共作をするってことはその時点で決まってたんですけども、その中から木谷さんに作品を1点選んでもらって、はいはいはい、それを所沢まで持って帰ってもらって。飛行機で。で金属探知機はどう大丈夫なんですか手荷物で行けるのかな、わかんないけど。
そうする、それでまあ1ヶ月ぐらい一緒に暮らしてもらったのかな。うん、その7分半という、うん。で、その間に木谷さんが僕の班から得たインスピレーションが、うん、まあちょっと木谷さんの口で説明してもらいたいんですけど、うん、膨らんでいって、うん、3バージョンの作品になっていったっていう。うんうん、じゃあ3セット作ったんです。そのために。そうですね。3種類です。そう。まあ、あとはカラーバリエーションを作って。で、どっちがプレスというか印刷するんですか？あ、僕が、ところで印刷をしてる、うんうん。でも違う技法を一つの紙でやるってことですか？そうです、そうです、ね。あんま聞いたことがないんです。それはやっぱりやると難しいものなんですか？基本的にでも僕自身が、一つの紙に二つのイメージを刷り込むってことをやっていたので、書いた時に、まあ、やりやすかったことはやりやすかったんですけど、人の本をまさに借りるんで、そう、ものすごく緊張はしましたけど。へぇー。うん、そうで、まあ、版は見させてもらって持って帰ってきたんですけど、肝心な、釣ったものを見てなかったんですね。そうか、版でしか見てなかったから。それは初耳だ。そうなんだね。だから、あ、そうだったんだ。でも、なんか、画像で見せていただくのはちょっと違うかなと思って、わざわざな、あれに行ってるんで、で、僕ができるのは、擦ることができるんで、でその擦る工程を経て、で、ハンと、ハンのものから、読み込むことができたっていうか、僕も同伴で作ってたものなんで、でそこから擦ることによって、表層に出して、で、池田さんが、はい、どういうふうに作っていったのか、はい、どういうふうに作りたかったのかっていうのが読み取ったっていう工程が、へぇー。で、そこから印刷したものを見て、で、すごくイメージが膨らんできたっていう形ですね。こういうコラボはやっぱ初めてですか？初めてです。いや、どうやらないんです、ね。で、実際出来上がったものを池田さん見てみてどうだった？いや、これがすごい面白くて、作家ですから僕も、年月を経るごとに少しずつコンセプトって変わってくるんですね。で今回刷ってもらった作品って多分2012年とか13年ぐらいの古い作品になるんですけども、あの当時のコンセプトっていうものを、木谷さんがこの作品に対して詩を添えてくれたり、刷ったその経過を説明してくれたりしたら、当時のコンセプトに沿った全くちょっと、その、語り部は木谷さんなので、その物語のテイストは違うんですけども、そのコンセプトにすごい近い、読み解き方をして、物語を紡いでて、こういうこともあるんだなと思って。で、その上で、ちょっと僕が至れなかった、ちょっと希望の部分だったりとか、ポジティブな思考っていうものが木谷さんを通して出てきてて、いや、なんか、心地の良い、僕は版渡しただけなんですけどそうか。だから単純に2つの作品が並んでるってわけじゃないってことですね。これは違うんです。まあ、木谷さんがどう考えてるかわかんないんですけども、あくまでも僕は木谷さんの、ある種こう、版画探索のための素材を渡したっていうような。楽譜渡して演奏は別の人がしてるみたいな状態ですね。そういう感じですね。しかも編曲までしてもらったような、そういう感じがありますね。僕も同じようなことを思って、主題をもらったので、タイトルも、そのユニコーン。僕はあくまでもサブタイトルだと思ってて、そのサブタイトルにつけたっていう形なんで。今回はそれが3パターン。そうですね。展示されているということですので。いいですね。この話を聞いてみると、より楽しめるんじゃないかなと思いますが。さあ、ということで、実はもうお時間がそろそろやってきてしまいましたので、最後にお二人から感想を一言ずついただけたらなと思っております。いや、この、今回のモノフォニー、ポリフォニー展ですか。初めて二人展なんですね。しかも、作家と木谷さんと語り合いながら二人で作ったっていう感じの、こういう二人展って僕初めてで、で、最終的に出てきた空間がとっても心地よいものだし、同伴画っていうジャンルにとっても非常に意義深いものになったと、個人的には感じているので、ぜひこのクリアギャラリー東京まで、足を運んでいただいて、展覧会をご覧いただければなと思っています。
モクサイさんはどうですか？本物を見てほしいですね。ちゃんと本物を。まあ、写真では伝わらない部分がすごくたくさんあるので、実際に見て、感動感を味わってもらえればなと。だからその立体感とか、さっきおっしゃったベルベットのような感覚とか、あの見に来てこうドライポイントだなとか言いたくもなりましたからね。今日これ見たことによってエッチングだなここはみたいなね、皆さんぜひ見ていただきたいと思います。さあ、この展覧会9月9日まで開催されていますが、土日はお休み、日月お休み、はい、ですので土曜日はやってますけども、日曜日は月お休みですのでお気をつけくださいませ。六本木クリアギャラリーで行われております。はい、ということでお二人どうもあっという間でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のアーティストライブトークはいかがだったでしょうか。この回の感想やこんなアーティストを取り上げてほしいなどありましたら番組にお便りください。また今後も生配信をしていきますので番組公式アカウントをフォローいただければと思います。